さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。元気です早速ですが、はい、熊本って行ったことありますか。熊本あります。ありますか。阿蘇山ドーンあって ね熊本といえば馬刺しですか。そうですね。熊門とか熊門 ね、かわいいよね。火の国ですよね。火の国、火の国とかいろいろイメージはあります。ちょいちょいいろいろ出してくる ねいっぱい出ますよ。喋っていいですか。いやもうちょっと待ってくださいこういうコーナーじゃないよね今回まずご紹介するのは、うん、その熊本でローコスト住宅を専門で行っています、こちらの企業様を30分通してご覧ください。多くの人が安らぎを求める住まい、その理想の先には常に十人十色が思い描く夢のマイホームが存在していた。しかし日々の生活に追われる現代ではその存在は遠のく一方となり、夢のまた夢と諦めることが唯一の解決策となりつつあった。そんなお客様にとっての本来の幸せを理想ではなく実現へと導く男がここにいる。株式会社ラクラクハウス代表取締役松下勝二。全ての人にマイホームを合言葉に平成27年地元熊本で事業をスタートした株式会社ラクラクハウス。震災という大きな困難に直面し、お客様の安心な暮らしが求められる中、土地探しから資金相談まで司法書士で得た経験を生かし、信頼と実績の家づくりを築き上げている。今回は地元再建を目指す松下勝二をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。ローコスト住宅、そこに特化した、はい。しかもでも注文住宅で。そうなんです。はい、成り立ちますか、はい、大変に厳しいじゃないか、ね、注文されるっていうところがね、はい、しかもその松下さんは、うん、あの前職が住宅業界とは全く違う。地元 の地方銀行に就職いたしまして、銀行員をやってました。それで2年で退職しましてですね、それから司法書士を目指しまして、まあ、3年の勉強生活を経て司法書士事務所を開設開業して、はい、それでずっと長くですね、はい、司法書士事務所を25年ぐらいになります。まあ、今でも実はやってるんですけども、はい、司法書士法人リーガルシップという、はい、まあ、法人化しましてですね、はい、でそこからまた停止されて、それなんでまたその住宅業界に行かれたんですか。そうですね、まあ、平成3年から収集しようですね、はい、まあ、開業してやってきたんですけども、はい、業務の中で債務整理、要するに多重債務に陥った方のそういう債務処理ですね、はい、そういった案件を数多くですね取り扱ってきました。その中でですね、中には住宅、重い住宅ローンがですね負担になって、それで結局こう生活費をですね消費者金融であるとかクレジットカードでキャッシングして回して生活費の捻出していると、その最後はですね、まあ、自己破産とか個人賛成、そういったところまで行く方を数多く見てきました。まあ、なぜまあそういう、まあ、現象が起こりやすいかということなんですけども、住宅ローン組むときはですね、はい、皆さん結構今の調子でですね、年収も下がることはまずないだろうという、はい、まあ、少しずつ上がっていくだろう、まあ、ボーナスもちゃんと出るだろうという予測のもとにですね、はい、まあ、目いっぱい借りられるわけですよね。限度額、借りられる額目いっぱい借りてしまうところが後々ですね、それが大きなこう負担となってくるケースがあるわけです。時代って変わっていって、ね、難しい時代になったときにいきなり今度銀行さん貸したものを早く返してくれとか、ね、そういう話になって、ね、それ同じ給料が継続していくんならいいけど、ね、そうじゃないからね、そうするときつくなってきますよね、返済が。そうなんです、ギリギリで組んでいれば、まあ、はい、熊本が本社なんですよね。もともと司法書士の時も熊本でされてて、で、はい、で今もまあ熊本で、はい、大学卒業後銀行員の道を歩み始めた松下だったが、強い思いを胸に司法書士という新たな世界へ飛び込むことに。その後も司法書士リーガルシップの代表を務める傍ら、ジャンルにとらわれない事業展開で不動産会社、
さらには住宅会社を設立。そこで生まれたのが楽々ハウスだった。そういう困ってる人がいたから、じゃあ今度はこっちの道で楽々ハウスさんでちょっとローコストの家をというふうに感じられたんですか。はい、やはり生活にゆとりが持てるですね、無理しない返済に無理しない家作りというのを立ち上げたいなと。今大変だな。でもあれだけね、我々ニュースで見るだけなんですけども、あれだけ倒壊された家があるとね、ここからもうみんなで再生っていうか。そうですね、そのためにはもうホームが欲しいですよね。ちなみに実際ローコストっておいくらぐらいから購入できるんですか。はい、一番低価格は19坪タイプでですね、建物本体価格798万円で提供しております。はあ、可能なもんですか。難しいですよ ね、 そうですね。土地が抜きで土地、建物本、あくまでも本体だけですね、はい。まあ、それにちょっと諸費用といいまして、建築確認申請費用であるとか、はい、上下水道の給排設備とか、駐車場のコンクリ打設ですね、そういったものが約200万ほどかかりますので、住めるようになるまでには約1000万ちょっとということですね。19坪でぐらいではできます。なんかその最初におっしゃってたその注文住宅っておっしゃってたんですけど、どういう注文があるんですか。通常のローコスト住宅というとですね、大体企画住宅が多いんですよ。もうパターンがもう出来上がってね。そうなんですね。何とも並んでて、はいこれ買ってくださいみたいな。 うちはもうパターンが20パターンとか30パターンあって、はい、この中から選んでくださいと。でそういった場合ですね、問題があるのが、要するに土地ってそれぞれ形が違いますので、やっぱり気に入った土地あるいはもともと持ってる土地に合わない場合が出てくるんですよね。その企画住宅だったり、気に入った土地もともと持ってる土地に合わない、はいはい、ちょっとこう狭い細長い土地だったり、あるいはちょっと三角だったり、はい、企画住宅だとなかなかそれに乗っからないというのが出てくるんですけども、はい、うちの場合は注文住宅ですので、ある程度のこう柔軟性がありますので、どんな土地でもこう設計によって合わせていくという、ローコストなんだけどもそういった柔軟性があるのが特徴です。本来そしたら経費かかりますよね、それに適応していくためには。そうですね、人的なところではですね、少しかかるかもしれないです。どっかで抑えなきゃいけないですね、はい、そういうのはどこで抑えていくんですか。そこがですね、材料ですね、仕入れのところで、はい、安く抑えております。これがなぜどうやってできているかといいますとですね、はい、家作りの場合はいろんなこう建築部材がありますですね、はい、サッシ、外壁、フローリング、あるいはキッチンとかバス、はい、そういったですね、部材、そういったものをですね、同じく志を同じくする全国約80社集まりましてですね、共同で仕入れているわけなんです。そうしますと、1社だけだと年間20棟とか30棟ぐらいなんですけど、80社集まればですね、1000棟、2000棟、3000棟と増えていきますので、メーカーの方もそれだけ数が多ければ安く提供します。ある意味ね、なんか飲食でいうチェーン店のような感じで、そうですね、そういう協定ができるということなんです。そうなんですね、うまく成り立ってるもんですね。でもね、なのでもともと部材費が安くできているので、間取りは変わってもですね、安く提供できるというのが最大の強みですね。これまでにどれぐらい建てられました？何棟ぐらい？はい、まだうちの会社が去年実は、4月に会社を立ち上げたばっかりですね、1年で今、はい、完成物件が6物件ですね。で今建築中が5物件しています。震災なんかでね、いろんな大変なことがあって、そこからもう一回街を作り変えていくときにね、震災時にその、建てられてる途中とかでその被害にやられたりっていうのは ありました。はい、あ、それはありますか。やっぱりこれを一番心配したんです。実はやっぱり寝てる時に2回行きましたでしょ。今建築中の建物がどうなってるだろうと、恐る恐るですね、次の日見に行ったんですけども、何ともなってなかったんです。はい、いやー素晴らしい、はい、そこで、なんかこう自信を持ってですね、お客様にローコストなんだけども自信を持ってですね、
構造的にも問題ないというのが判明しましたので。震災後っていうのはその、住宅を買われる方ってまだその少ないとは思われるんですが、ちょっとなんか特色とかって変わられたりしました？そうですね、震災前はですね、やっぱりローコスト住宅というと若い方が多かったんですね。20代30代ぐらいのお客様が。ところが震災後はですね、高齢の方が圧倒的に増えてきてますね。これはなぜかと言いますとですね、今回の熊本地震で倒壊した家っていうのがだいたい築年数30年以上経った家がほとんどなんですよね。そうすると旧建築基準法の耐震基準でできてますので、地震にやっぱり弱かったということで、でそういった方っていうのはもう住宅ローンも終わってですね、もう子育て も終わって、もう夫婦2人とかそういった方がほとんどですね。1000万近いお金でやっぱりお年寄りの方々も建てられますか？そうです、そういうニーズが非常に今持ってまんな。いやそう、実際そうです。高齢者の方ほとんど現金で建てるものですけど、住宅ローンはもう適用外ですので、その老後のために使うっていう。いや、やっぱりそこには使うよね。やっぱり住むところには使いたいですよね。自分が一番安住できるところはね。一番大事ですもんね。あとなおかつやっぱ震災後は平屋のニーズが高いですね。やっぱり地震でだいぶ倒壊しましたんでですね、やっぱ平屋だとこう寝ててもですね、地震が来ても安心感があるということですね。もうパターンは注文住宅のですので、どうにでもできますけど、動かせるですね。今この高齢者の方からニーズが圧倒的に多いのがですね、もう夫婦2人なので、そんな大きなお家はいらないということで、だいたい坪数で20坪前後、しかももう1000万ぐらいで建ててくれと、1000万以内、そういった要望が強いですね。でもそれでもさ、いいよね。そうですね、やっぱり持ちたいよ。苦労されてるんだもん、避難してる方々ともね含めてさ、仮設住宅とかね、あれそっけなさすぎるよね。ナイツのヒット商品会議室、さまざまな商品やサービスを我々が全力でプロデュースいたします。ナイツのヒット商品会議室は毎週金曜日夜10時30分から放送中です。はい、見てください、斉藤さんだぞ。斉藤さんだ。高齢者の方は一括で買われるってお伺いしたんですけど、その二重ローンがもともと主流だったというか、専門分野であったってお伺いしたんですが、二重ローン問題というのはですね、要するに今回地震でですね、住宅ローンを残したまま、家が倒壊した場合ですね、住宅ローンはそのまま残りますので、じゃあ建て替えるとき、じゃあもう一回住宅ローンを組まなきゃいけないとき、2つ住宅ローンが残ってしまう、それが二重ローンの問題ですね。そちらの方もご対応されて。そうですね、そういった相談もやっぱり受けております。それに関して今銀行協会の方でもですね、ガイドラインを設けて、できるだけそれを解消していこうということでですね、全員積極的にですね、取り組んではいるみたいですけど、まだこう運用がですね、いまいちはっきりしない面もありますので、まだ困惑している部分は多いですね。それ経験がね、まさに生きてますよね。松下さんにお願いすれば大丈夫なんだよ、ね、そうですね。そうですよね、安心してみたいな。ちなみにその震災後で、今その楽々ハウスさんの悩みとか、そのあったりするんですか？そうですね、やっぱりこう反響、注文はですね、ものすごく増えてきてるんですけど、やはり職人が不足しててですね、やっぱり工期がなかなか後でになっていくっていうのが一番のこう悩みですね。一時期はやっぱ仮設住宅、建築に取られてしまったっていうのもありますし、あとやはりもう熊本県内で1万棟以上ですね、半壊まで含めるとですね、それは倒壊してますので、やっぱりもう県内の職人では到底足りる数字ではないんですね。そうですよね。どのように克服されてるんですか？そうですね、もうできればもう県外にですね、働きかけて、県外からその大工さんとか車間さん、そういった職人さんをですね、呼び込んでお手伝いしていただければなというふうに考えています。もう相談もできて本当に安心です ね、 ここからだけど ね、 でも今熊本が復興に向けてバッと行くときに一緒の流れでそのままっていうね、必要なことだから、震災後って熊本に行かれました？一度行ってますね。僕のやりたい企画はスポーツの
企画はでもダメになりましたね、はい、無理だっていうことでね、グランドもね施設も無理だっていうことで、また11月に。そうなんです。私もその実際にこの、うん、私が熊本のあの楽楽ハウスさんにお邪魔して、はいはい、ロケ行ってきましたので、そうか、こちらの、はい、VTR を、はい、ご覧ください。一気に行こう。さて、熊本にやってまいりました。熊本といえば、の震災後まだまだ復興が進んでない、まあ、こちら私が今いる目の前にある熊本城もまだまだ修復が進んでない状態となっております。そんな熊本で今頑張っていらっしゃる楽楽ハウスさんにお邪魔したいと思います。さあ、こちらですね、楽楽ハウスさんのローコスト住宅、立派ですよね。早速中に入ってみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。森永さんですか。はい、そうです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどうぞ。ありがとうございます。はい、この平面とか敷地面積ってどれぐらいあるんですか。建物自体です、はい、建物は 29.5 とかそのぐらいぐらいですね。何 LDK ぐらい。一応形は 3L ですね。 3L プラスの、はい、屋根裏にあります。ね、そうなんですね。もうお部屋すごい、天井が高くていいですね。はい、ありがとうございます。天井がですね、もうちょっと日当たりをちょっと気にしてですね、はい、上を吹き抜きにして、あの窓をつけてですね、日当たりを良くしようと思って入れました。あ、そうなんですね。結構注文住宅ということで結構こだわりがあると思うんですが、はい、どういったこだわりだったんですか。そうですね、はい、リビング自体はそんなに広くなくていいかなと思ったんですけど、はい、その台所、キッチンのところを少し広めにというところで、はい、このカウンターのところを30センチ、はい、こちらにちょっと寄せてもらって、はい、っていうところまでしてもらいました。そうですよね、なんかキッチンで料理してても後ろが広いので、お子さんとかもね後ろで走り回ったりとかしても、ね、はい、できるぐらい広いですもんね。その他はなんか書斎とかも、ね、旦那様の。あ、そうですね、自分の部屋とかはですね、はい、一応子供が小さい時は、はい、まあ、子供の部屋は使わないというところだったので、はい、まあ、そこは僕の書斎にさせてもらってしてます。あ、そうなんですね、はい、お子さんの部屋もね、なんか遊びやすい感じで広々としてますもんね。そうですね、もうおもちゃばっかりいっぱいあります。ちょっと困りますね。和室も。そうですね、はい、もう寝室はやっぱりもう、はい、ベッドはあんまりちょっと僕らが好きじゃなかったので、はい、まあ、畳の部屋で布団というところで和室にさせてもらいました。そうなんですね。一見こう長屋とかも平屋に見えますけど、なんか2階もあるんですか。一応屋根裏部屋というところで、はい、一応2階も作ってもらってます。ただもう、現在はそんなに使ってなくて、まあ、将来的に物置にできればなというところで、はい、なるほど。なんか本当一見外から見てもなんか目立っておしゃれですよね。それもこだわりがあったんですか。本当はですね、外観は、はい、完全にその和風にしたかったんですが、はい、やっぱり屋根の形とかそういうのを考えると、はい、ちょっと完全和風は難しかったので、まあ、少し落ち着いた形にというところで、はい、うんうん、させてもらいました。なんかモダンでシックでいいですよね。そうですね、はい、私というよりは妻の方がいろいろこだわりがあったみたいで。そうなんですね、はい、それはラクラクハウスさんとご相談して。そうですね、はい、もうだいぶいろいろ要望を聞いてもらったので、うんうんうん、もうすごいそこのカウンターの高さとかも、はい、10センチぐらい高くしてくださいとか、そういう要望も聞いてもらって、はいはい、そうなんですね。だいたいおいくらぐらいかかったんですか。家自体です、はい、家と外光を合わせると1センチちょっとぐらいですか、ね、そうなんですか。なんかもっとかかってるように。いや、それはよく言われます、ね、え、さすがですね。なんか私もお話聞いて安いなってイメージはありましたけど、実際建てた、ね、方のお話聞くとこんなに立派なお家なのに、まあ、安いってもローコスト。そうですね、もう本当に最初に建て、はい、最初に上げてもらった予算からほとんど超えなかった。途中で結構こちらでいろいろ注文させてもらったんですけど、はい、最後蓋開けてみると、あら、予算通りだったなっていうところが、うん、まあ、本当のところ。そうですね、はい、お子さんもできて夢のマイホームがね建てられてすごい素敵ですね、はい、ありましたね、楽楽ハウス。こちらが中原さんのご自宅のようなんですが、いらっしゃいますかね。あ、こんにちは、いらっしゃいましたね。中原さんですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今建築途中なんですよね、はい、こちらって平米数でいうと早速なんですけど、どれぐらいあるんですか。まあ、坪数で言って19坪ぐらい。19坪ぐらい、はい、これ今建てられてるんですけど、はい、これ平屋ではないですか、はい、平屋にした理由っていうのってあるんですか。今まで建てたのが 2階建てだったんですよね、はい、でどうしても2階の方が今度震災で壊れてしまって、はいはい、もうなったき平屋の、はい、
狭いちっちゃい家でいいなと思って、どうせこう主人と2人で、はい、だからもう綺麗にしました。そうなんですね、はい。まあ、実際もそうやって審査に遭われたということで、うん、でもすぐに建てられ建てようと思ったんですか？そうですよね、もうあの罹災証明が大規模判断だったので、はい、結構これをリフォームしたって、はい、結構お金もかかりますよね。そうですよね、うん、でも楽々ハウスさんということで今回 はい、お伺いしたんですけど、はあ、まあローコスト住宅ということで、はい、やっぱりちょっと今後の老後のこととかって考えられて、はあはあ、ローンとかを考えられなかったんですか？いや、もう、はい、もう結局支援がありますよね、うん、生活再建支援とか、はい、ああいったのをもういっぱい利用して、はい、もうあとはもう現金でっていうと最初からもうそうでした、はい、そうなんですね、潔がいいというか、はい、そうですよねいやもう最初からそうでしたよね、うん、まあ、やっぱりそのローコスト住宅ということで、まあ、それはですね、はい、もう全然楽さ、はい、なんか知らなくて、はい、子供たちがお母さん近くにモデルが、はい、モデルハウスがあっていいのがあるよって言って、子どもたちがまあ探したというか、それからそこに行って、それからもうだんだんトン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 って進んで、はいはい、だから割とこう解体も早かったし、もう6月中には解体終わりましたので、もうトントン用紙で、はい、もうおかげでお世話になりました。はい、実際に松本所長にはい、ご相談してっていう形で、はい、あ、でも良かったですよね、はい。ちなみになんですけど、はい、ご予算的にはおいくらなんですか？うん、家だけで1000万ですよね。そうなんですね、はい、プラスかとかいろいろプラスオプションのはありますけど、はい、大体、はい、そこで、はい、実際は注文住宅で、はい、実際中の方とかも自分たちでご相談してっていう感じで、はい、白鈴、はいはい、に行きました。へ、いろいろ。でも完成が6月に前解体が終わって、うん、今もう徐々に進んでるわけじゃないですか。完成予定はいつ頃なんですか？来月いっぱいで。あ、そうなんですね。11月いっぱいで、はい、じゃあ本当にトントン拍子で。そうなんですよ、はい、うんうん、この、まあ、一見、まあ、黒とちょっとなんかおしゃれな感じと、まあ、和もこだわったような感じなんですけど、この物件のこだわりってあったんですか？いや、もう2人で、あ、これがいいよね、これがいいよね、うん、っていう感じで色決めをしました。あ、そうなんですね、はい、一番のこだわりとかっていうのは？こだわりですか、なんて対面、はい、料理するときにあれが、はい、娘も息子もそういったこう相手キッチンだから、今までこう後ろ向いてしよったのが、はい、前向いて対面でするっていう、はい、そういったところにはやっぱりしたかったですね。そうなんですね、やっぱりその楽々ハウスさんならでは の、うん、まあ、いろんな業者さんとのお付き合いとかもありますので、まあ、ローコストでそういった、うん、いった部分が、まあ、できるわけじゃないですか。でその辺はやっぱりそのキッチンだったりとか、うん、はい、風呂場とかみんな、はい、トイレとかなんだかもこう近くに、はい、自分たちの部屋の近くにトイレなんか持って行ったりとか、そういったのにはずいぶん、それはまさにそうですよ、まあ、ちょっと老後を考えてということで。そうなんですよね、はい、まあ、でも本当楽々ハウスさんと出会ってやっぱり良かったと思います。そうです、良かった点ってどんな、うん、やっぱり親切で、はい、ローコストということで、はい、他のところも結構見て回ったんですけど、はい、やっぱり良かったかなって思いますよ。本当に良かったですね、娘さんにねモデルハウス見せていただけなかったら、うん、そうなんです、ね、うん、いやでも完成が本当楽しみですね。そうですよね、良、うん、かったです。これまで培った経験を生かし、熊本の再建を全力で支える松下克二、そんな男が見据える今後の展望とは？そうですね、やはり熊本地震後ですね、やはりまだまだこう家を建てたいけどまだこう手がつかないとか、やっぱり資金的な部分でですね迷ってらっしゃる方もまだ数多くいらっしゃいます。でそういう方々にですね、いち早くやはりこう安心できる居住環境をですね提供していきたいなというふうに思っています。一度建てられたらもうそれを見た方がまた心が興奮に縮こまってたんだけども、よしじゃあうちも行くかっていう風になりますからね、はい、みんなもそういう風になってくれたらいいな、はい、そうですね、これからもね本当にいろんな方がそうやって需要をね得てくれたら嬉しいですよね。
そのためにですね、震災復興プランというのを今企画しております。で、もうじきですね、モデルハウスも建設、今見学しているところなんですけども、今先ほども申し上げましたように、ご高齢の方がですね、非常にこう平屋で、20坪ぐらいで、1000万円弱という要望が強いので、それに見合うようなですね、モデル住宅を建てまして、それをこうもっと広めていきたいなというふうに思っております、さあ最後に松下さんの格言をお聞かせください。座右の銘というやつですかね、乗車必須と乗車必須、要するにこう、こうものすごくこう勢いがある、人あるいは会社でもですね、必ず、衰退していくという、乗車必須の断りを表すという、下りがあるんですけどね、やはり、そういうとこうネガティブに思われるかもしれないんですけども、私の中ではですね、ポジティブにその言葉を捉えています。要するに、人生とか企業経営においてもですね、やはりこういい時もあれば悪い時、波が必ずあると思います。で、いい時にこうやはり油断するな、という意味でやっぱその言葉をですね、肝に銘じております。なるほど。逆にじゃあ調子がこう悪い時もですね、耐え忍んで踏ん張っていれば必ずまたこうチャンスは巡ってくるというふうな気持ちでですね、そういう受け止め方で、そうです、要するに仏教でいうと、世の中常にこう無常であるというかですね、無常というのを意識するようにしております。ありがとうございます、もうラクラクハウスさんますます熊本を元気にしてください。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ナイスのヒット商品会議室、さまざまな商品やサービスを我々が全力でプロデュースいたします。ナイスのヒット商品会議室は毎週金曜日夜10時30分から放送中です。はい、見てください、斉藤さんだぞ。斉藤さんだ。ビジネスブックコレクション。すでに投資による資産運用を始めているという人もいるかもしれません。しかしそんな方でも風力発電投資という言葉を聞いたことがある人はまだまだ限られているのではないでしょうか。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。安全確実高利回り、100万円から始める風力発電投資。この本を書いたのは株式会社ライズデザインファクトリー代表の渡利直樹さん。電力自由化時代の資産形成で固定価格買取制度徹底活用の鍵を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。